限の力が満ちている。パラドクスが動き出すとしたら、今日のうつろの夜か。行くのか、姫。あの細身の小僧、名は何と言ったか。あれはどうするのだ。ハイドか。あいつには悪いわ。やはり我々だけで行こう。確かにあいつの剣、インスレーターがあれば、今宵の剣は容易に肩がつく可能性は高い。あれを連れて行かぬのには賛成だ。威勢は良くともまだまだ小僧、武人の格はない。だが姫、お主自身がこの夜のもとパラドクスの討伐に行くのには反対だ。あの女、今回ばかりは何を企んでいるのかわからぬ。そうだな。しかし、あの女の背後に潜んでいるであろうアイオンの存在、この詳細が知れぬ限り、お前一人に任せきりにはできないだろう。小娘風情が言うようになったわ。いつも通りにわしが一人で正面からパラドクスをひねり潰してくれようというのに。もっともお前のことだ。どうせ言っても聞かぬのだろうな。話をすれど無駄であるなら、ここからはいつも通り別行動とし、わしは正面から暴れて注意を引く。いつもお前にばかり危険な役目をさせてすまないな。お前ほどの武人に鍛錬を受けたこの身、パラドクスが相手だろうと遅れは取らないさ。相変わらず口だけは達者なものよ。ハイド、妙な真似はせず、おとなしくしていろよ。今回の夜は私たちで片付ける。お前がこちらに足を踏み入れるのはまだ早いのだから。面倒なのと出くわしたな。ザコはすっ込んでる。ファーストクロール、ディバイド、詰める、はっ、当たれ、振り上げる、振り上げる、やってパワーだけは、当たれ、無人、当たれ、シルマイ返した、スタート、当たれ、無人、ゼン、シルマイ返した、やっ、レイ、ジャハ、やってこ、レイ、クーガ、ゼン、やべ、やべ、行くぜ、おら、ゲツリン、スタート、ジャハ、無人、はっ、詰める、ジョーク、レイ、カセオ、レン、ゲッ、ビン、目は覚めたか。ミナ、リン、やってくれるじゃねえか。セカンドクローズ、ディバイド、はぁ、行くぜ、俺、固める、やった、ゲスリン、詰め、やべ、はっ、当たれ、無人、はぁ、固める、はぁ、おれおれ、仲間に戻す、はっ、はっ、はっ、ゲッ、ゲスリン、夜に、ゲスリン、無人、当たれ、固める、夜、固める、固める、はまん、よっ、今、行くぜ、当たれ、はっ、ゲスリン、やべ、やべ、はっ、クーガ、かけよ、かけよ、そこだ、よっ、はっ、かけよ、引きかけ、ブレックダウン、ゲのゲだな、みんな、話にならない、頭を使えば、しのぐ方法はあるものだ。たとえ力で及ばなくともな。こんなもの、お前でもあと千の修羅場をくぐれば身につく。やっかいのが現れたな。ファーストクローズ、ディバイド、詰める、目は覚
セカンドクローズリバイド。すごい。月輪レイアレンジ。まだまだ滑る。いや、振り上げる。月輪やるぞ。くらえて。やるぞ。月輪クーガやや無人。月輪まだまだ。月輪うなだれている暇などないはずだ。お前たちにとって時間は有限なのだからな。私に気取られずに奇襲とは何者だ。止まらぬぞ小僧。抑えが効かぬ。お前を食えと言うことを聞かぬ。これは長生きはするものだな。虚無が喋るなどという怪奇に遭遇するとは。だがなんだ、これが虚無打ちした人間なのか。それと今私のことを小僧と呼んだこと忘れていないからな。この成長期の体、そんなに女に見えないものか。我が身が人であるか、それこそ我が意志が求めることよ。自分がどこの何者なのか、まるで知らん、まるで分かる。なぜ泣くのか知らん、なぜ悲しむのか知らん、そしてなぜ我がその記憶のみを残しているのかも知らん。人としての最後の記憶か。言葉通りの思いが焼き付き空虚なものだ。その娘を助けたのか食ったのか、その話だけではわからないが、お前にとってそれほどに重い光景であったのだろう。いずれにせよ、理由や過程など考慮に値しない。お前ほどの大物をみすみす逃がすわけにはいかないんでな。人を食い、人に害なす横島な獣、虚無。貴様らとて恋なき獣を切り捨てるにためらいはなかろう。我ら虚無が人を狩るわし、その逆を是とする理屈がわからん。そうだな、正義の反対は悪ではない。これは単なる生存競争だ。私はお前を撃つ自分、人間を正義だと言う気はないよ。浅ましく這い回る横島の獣、私がお前に打ち勝ったのなら、我ら義胆の者たちはさらに強大で横島な獣でしかないのだろうな。ファーストクローズリバイド。ミナ、リンジ、パーフェクト。セカンドクローズ、リバイド。爪がバンク。ゲスリン、よっ。やっ、爪、やっ、爪、やっ、ゲスリン。パーフェクト、レン、ゲン、リン。レン、ムジン。やっ、レン。ゲスリン。カウント、ゲスリン飛ばして。Let's get in! Attack! Move in! Kuga!
筋だな。だが及ばない。それが私とお前との差だ。面倒なのと出くわしたな。解決しないで済みそうだ。ファーストクローンズディバイド。今のは惜しかったな。焦りが出てるぞ。やるな。セカンドクローズディバイド詰め。今のはオフやつに。そりゃオフェイムジー。よく調べるんだ。くらいな。爪がそれじゃダメ。頭を使えばしのぐ方法はあるものだ。たとえ力で及ばなくともな。こんなもの。おっ。面倒なのと出くわしたな。ファーストクローズリバイド。今それね。インシュストラ。セカンドクローンディバイド詰める。あ、切り上げる。切り裂けカバー固める。夜の消費者のゲツリン。ゲツリン夜の世界よ。アマンアマン寝てる場合じゃない。消費者のゲツリン。クローン離れる。クーダムビンレイレイシゲツリン切り上げる。ゲツリン危ない。ヤンマジヤーイカンジャー。まだ取れない。あっ、レイムカレー虹。ああ、重ねる。ヘルケア。ああ10年生が取れます。どうぞ近づく。近づく近づく。爪が発射。ゲツリン今かくるくる。あ、固める。夜に切り上げる。衝撃を回りなさい。虹衝撃を切り上げる。なかなか。ああ、よっ、かっ飛ばしる。ああ固める。近づく。爪がリンドラキンリンヤトの姫。ああ、それなら人違いだ。他を当たってくれ。こんな場所で奇遇だな。一人で散歩か。リヒトクライスの小娘。な、小娘って何よ。あなたの方が小さいでしょ。その身長とか。
そうやってすぐ怒るところが可愛らしい小娘だと言うんだよ。親切心で言っておくが、人を見た目だけで判断しているとそのうち大怪我をする。まあこうまで言えばさすがに気づきはしたようだな。なるほど。情報通りの言動及び背格好、あなたが野党の姫リンネ。古くからこの地に存在し、今は失われたとされる一族野党。そこまで知っているとはさすがリヒトクライス。有名すぎるというのも考えものだな。だが待て、その最後のあやかしというのは何だ。いささか心外だぞ。野党の姫、あなたがここにいる目的を聞かせてほしい。返答次第ではリヒトクライスの執行官としてあなたをこの場で取り押さえます。勘違いはしないでほしいな。私はもうヤトの名に未練なんかないんだ。むしろヤトの滅びを最も願っているのは私なのかもしれない。バカなことを。仮にも秘めたる身であるあなたがそのようなことを考えるはずもない。何を企むか知りませんが、このままこの夜の元を自由に歩かれるのも煩わしいもの。パラドクスと同等に重い事態と判断し、リヒトクライスの名のもとにこれよりあなたを捕らえます。あのな、正義の味方を気取るのなら少しは聞く耳も持つべきだぞ。まあいいだろう、これも老婆心というやつだ。このうつろの夜の歩き方、少し教えてやろう。ファーストフローズリバイド。右決まる。エイスキル右行く。当たれ。出した今。決める。ザラッ。進化をしょ。ゲスリン。エイス右カウンター詰める。ほったりゃ。ゲスリン。やっ。風を切り上げる。お前はまだ風。やっ。切り上げる。ゲスリン切り上げる。目は覚めたか。見ない。リンジしたことが。セカンドクローンリバイド。行きます。やっ。えい。やっ。ジン。勝てよ。ゲツリン。はっ。やっ。ムジン。ゼクス。ゲツリン。やっ。ゼクス。ゲツリン。した。クーガ。ダウン。はっ。ムジン。切り上げ。切り上げ。勝てよ。いた。当たれ。なかなかいい。さりゃ風よ。ピエン惜しいです。よっ。じゃあうわぁぁぁゲのゲだな。みんな話にならない。みんな頭を使えばしのぐ方法はあるものだ。たとえ力で及ばなくともな。こんなものお前でもあと1000の修羅場をくぐれば身につく。厄介なのが現れたな。お仕置きの時間です。ファーストクローズリバイド。ああ、当たれ。これ以上は。やりますね。ゲツリン逃がすな。えい、当たれ。ゲツリンカウン、やっぱあー無人カウン、やっぱあー無人。これ以上はははあー爪が。えい、無人カウン、やりますね。えい、クマまだ続けそうだ。メルシャド行きますよ。では今はっ、当たれ。じゃあランマギやあーピア、やります。そこまでだよ。はあピア、こっちだ。まだまだ。えい、じゃあ当たれ。当たれ。ゲスリン、やります。ゲスリンはあよ。しかつられる。ゲスリン、じゃあつられる。無人しかつられる。しかもだ。ゲスリン目は覚めたか。みんな
リンセカンドクローズリバイバルはっえいやっ無人機繋げるやったやっやすり爪が甘いはっじゃあ無人機爪がカウントカウントやすりやりますねレンゲッピン爪がスクーガンはっやっクーガンはっやっやっクーガンじゃあこれ以上やすり無人機当たれやりますね風よ引きます当たれレイヤクーガンストーンゲスリンやりますね爪やレイゼッゲスリン爪が甘くてレイブロックダウンゲスリンゲのゲだなルンド話にルンドルンド頭を使えばしのぐ方法はあるものだたとえ力で及ばなくともなこんなものお前でもあとすやっかいなのが現れたな願いましょうかファーストクローズリバイド爪で当たれゲスリン先輩はいかわい爪でそれが私とお前との差だやれやれ出会いたくない相手というのは往々にして出会ってしまうものだな瀬戸よ姫いや凛ねお前がここにいる理由、ヤトとしての虚無狩りというわけではないようだが。俺の手にあるこの双剣、お前にならこの意味がわかるだろう。あ、それは風滅の。そうか。なるほど、わかりやすい。ここまで種明かしをしてくれるとは、やはりお前も相当なお人よしだ。なら、おしゃべりはここまでだ。お前を捕らえ、俺がパラドックスの首を取りに行く。お前は、あの女に近づけさせるわけにはいかないんでな。ああ、お前にも立場とわけがあり、それは誤った道でもないのだろう。ならば、この場で是非を分かつが必要。私を捕らえたければ、力ずくで来るといい。言われずともそのつもりだ。いつまでも俺をあの頃のような子供だと思わないことだな。いや、お前は子供さ。掟という錆びついた鎖に縛られ泣いている子供。私にはそう見えるよ。だが安心しろ。今ここで私がそれを断ち切り、
お前を自由にしてやる。ファーストクローズディバイド。こうきちっちゃうな。おせが切り上げる。くだらない。くだらない。おい。くだらない。くだらない。くだらない。おい。くじ上げる。それな。くだらない。やつに。なかなかの。みんな、リンリン。セカンドフロー、ディバイド。爪だ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 。なかなかの、なかなかの、ゲーム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 ゲこんな馬鹿げた喜劇に付き合う必要はない。これはこれはようこそヤトのお姫様。こたび現れた夜の深淵、光と闇の祭壇へ。何にもないところだけど、いらしていただけて光栄ですわ。ふん、心にもないこと。いや、リンネの風術の施されたこの体、のこのことこの場に現れたことは、お前にとっては歓迎すべきことだったか。おおむねその通りよ。あなたは大事なお客様。この私にイモータライズを提供する。教えろ、お前の目的はリバースの身と聞くが、なぜこんな真似をする。私もクオンも望まずにこういう体にさせられたことは調べがついているはず。このそうね、リバースは一つの目安ってやつ。せっかくイグジスを手に入れたんだから、もっと気持ちよく暴れてみたいじゃない。そのため邪魔なのよ、いつまでも古いルールをかざしてるあんたたちが。ヤトもリヒトクライスも、あたしたちアムネジアが潰し、倒し、壊し、犯し、浸し、崩し、滅して終わらせる。そしてあたしの力をこの世界に生きるすべてのインバースに知らしめる。だからあなたにはここで消えてもらいたいの。インスレーター、あなたの兄のアイオンも。そうしたら次はリヒトクライスの連中、一人残らず順番に潰していってあげるわ。このアムネジアのパラドクスが。大層な志、感服するよ。思えば昔からお前のような手合い、能力を行使することに溺れた者は多かった。だから我々は、虚ろの夜に伏す刀、ヤトとして、夜の秩序を守ることとした。しかし、ヤトの中にも、今のお前のように慢心し、イグジスに溺れる者がいた。そして力を持つ者同士で内紛が起き、ヤトは一夜にして滅びた。どうだ、惨めなものだろう。パラドクス、お前も同じさ。自らが滅びるか、滅ぼされるか。この時この場を己が器の計りとし、我が討伐より逃れてみるがよい。言っておくが、この刃、見た目ほど軽くはないぞ。ファーストクローズディバイド。ヒュッ、まるでつらけちゃう。
偉大の魔女、まばゆき闇の昼だよ。これでおしまいだな。それとも、まだ何か切り札を持っているなら、見せてくれてもいいぞ。さすがは古来より悠久を生きながらえてきた、ヤトの姫。乾杯だ。大したイグジスも持ってないの。これが長年の経験ってやつかしら。ん？そうか。お前の場合、経験よりも性格の方が問題だと思うぞ。嬉しさが顔に出過ぎな上、攻撃が力任せ一辺倒でひねりがなさすぎる。お前がその強力なイグジスをむやみに振り回せば振り回すほど、私は浮かれたその足を軽くすくうだけ。これだけで派手に転んでくれる、実に簡単なものだよ。どうだ？ご希望ならまだ重ねるが、この長年の経験から来る言葉を。ああ、もう！くど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 ！これだから年寄り臭いのって嫌いなのよ。もういいから、さっさとこのベセルにとどめ刺したら？ああ、無論だよ。お互い情けなど不要だろうからな。こういう時あいつなら、お前を見逃しもするのだろうが、あいにく、私はそういうお人よしに類する人間ではないんでね。さらばだ、パラドクス。お前ほどのものがこれで終わるとは思わないが、ベセルを貫けば、近く再起は望めないだろう。この夜のもと、二度とお前とは出会わないことを願っているよ。まばゆき闇、最短の器足りうる手ごわい相手だった。あれほどの力を持つ者が自発的に生まれるとは考えにくい。裏に必ず糸を引く者がいるはず。そしてそれはおそらく永劫の紡ぎ手
我が兄クオンなのだろう。この身に眠る封印の割り符、あの男の求めるものはそれに他ならない。魂に紐付けられた呪いともいえるこの封術、解かれ奪われれば必ず惨事となる。腹を裂いて死ぬことも叶わぬ。この身が恨めしい。この呪縛から解放される日、そんなものが本当に来るのだろうか。次の体、またその次の体、終わらせよう。今度こそこの体で全てを。断裂の免罪符が、ハイドがいればそれができるはずなのだから。